私がですね、市長に就任したのが平成28年でございまして、それで就任してですね、今後4年間でどういったですね、仕事テーマがあるかということを考えた際にですね、2020年にオフィスが50周年を迎えるということで、これまでの50年間をですね、振り返って、そしてその50年間の歩みをですね、まず記録に留めようと、そして今後50年に向けてですね、それをレガシーとして伝えていくということを考えたときにですね、大府市の場合にはあまりその他の地域と違って有名な観光地とかね、そういう資源が非常に少ないんですけれども、大きなですね、人材という素晴らしい大府市出身で世界で日本で活躍している人がいるということをですね、改めて認識をいたしまして、それでその中でですね、まずやはり広報大使ということで今日お見えになっておりますね、3人ですね、ぜひ広報大使になっていただいて、大府市のこれまでの素晴らしさ良さというのを PR していただこうということで、広報大使ということをですね、思いついた次第であります。中学数2年までですね。柔道を始められたのは小学校4年なんで、まあ典型的な悪ガキです。はい。そうなんですか。そうです。柔道始めたきっかけって。いや悪かったからです。いや親父に何も習い事してなかったんで、ある日こう新聞見てたら広告で柔道教室募集ってやって、お前やれって言われて、それで始めました。まあ、それまでね、本当学校で悪さばっかりしたんで、ただ柔道をやりだしたら、こうなんていうんですか、相手の気持ち分かるようになって、学校でもおとなしくなりましたね。はいはい。やっぱりその柔道の出会いで結構だいぶ変わりましたね。はい。柔道ってその頃ね、やっぱデブ臭い人気ないっていうなんかそんなんであんまりやりたくなかったんですけど、まあ親父は怖かったんで、もうやるしかなかったっていう。それでもう半ば強制的みたいな。まあ強制的っていうか、まあ同じ小学校、まあ協調小学校なんですけど、同じクラスにその柔道やっている子がいて、そこで大石道場、まあ昔の大武道場ですよね。で入る前にどういうことやるのって習って、教室で教えてもらって、でそれから道場に入門したんで、入った時はすごくうまかったみたいでした。期待の星みたいな感じで入ったんですか。いやいや全然全然周りはただ驚いてたみたいですけど、はい。まあ、例えば場所ですと、私は、まあ、中学の頃大府中学校というところに通っておりまして、桃山の方にあったんですけれども、中学校家から通うまで、ちょうど学校の校門からその校舎行くところまで桜 の, 木の桜の並木道がありまして、桜の花 の, 咲く季節にそこをいつも通りながら通学、まあ、していたわけなんですけれども、その桜の花のね、美しさと、そしてまたその花がこう散る時のこう花びらがこうひらひらとしてくる、それがとっても印象に残っていて、でいつも確か朝学校からのヴィヴァルディ の, 四季のレコードはかかってたと思うんですね。だそれを聞きながらなんかそこを通るっていうのがすごく毎朝なんかいつも爽やかな気持ちで通学できたってことが今もとても印象に残っていることですね。はい。まあ、今のお話聞いてて、ね、例えば武田さんの、大府中学校のね、桜並木というか、あそこはね、まあ、今も、受け継がれておりまして、大変、これからもね大切にしたい風景だと思います。そして秀彦さんがね、小学校の時大変元気が良かったという話が伝説的に聞いておりますけれどもその元気さをねうまく受け止めて、やはり
ご両親あるいは大石道場ね、そこが本当に世界の、ね、吉田秀子さんを育ててくれたということで、本当にあの大石道場についてもね、本当に大石の誇るべき財産だなと今思っていますね。オーブ長いかなと思うんです。大学で東京に出るまでずっとオーブで生まれて育ったんですけど、まあ、でも場所やっぱ覚えてる場所というのは、そのバイのお稽古に通っていたオーブの駅前に通ってたんですけど、毎週日曜日に母と一緒に車で通って、最初は多分20分くらいのレッスンだったと思うんですけど、4歳からずっとそこで、小学校の5年生くらいまではずっと通っていたので、その場所はやっぱりすごく思い出深いですね。そうですね、はい。その後は違う先生のとこに、はい、変わったりとか何度かしてっていうので、でも最初そうですね、その鈴木メソッドの先生に習い始めたのは、その教室駅前の、はい、多分三門かな、三門のとこの、はい、ビルの中で。鈴木メソッドはね、実はあの私の子供もね、そこでバイオリンを勉強しておりまして、 その当時今オーブにはいなかったんですけど、当然ねこういう竹澤京子さんという素晴らしい方がいるということはね、あの承知しておりましたね。それで、まあ鈴木メソッドは、まあ、竹澤京子さんとかね、水野さんも3歳4歳の頃から始められたということでございますけれども、まあ、幼児教育からね、やっていくということで、それでその鈴木メソッドを始められたのは鈴木真一さん、そのお父さんが鈴木正吉さんということで、この方が 今の鈴木バイオリンのですね、元を作られた方だと思うんですけれども、その鈴木正吉さんがですね、一時期大府市にね住んで見えたんですね。今の志学館大学あたりなんですけれども、あそこにですね、工場を建てて、それで、しばらく楽器の研究等をねやってみえたんですけれども、やはり戦争が激しくなって、で飛行機工場の方で撤収されたという、そういった背景がございましてね、そういう意味で非常にその鈴木メソッドともですね、大節とは非常に縁がございまして、先般その正吉さんの若い頃のね銅像というのを大部の文化の氷の森にですね設置をしたところでございますけれども、まあ、それで、こういう竹澤京子さんとか水野咲さんがね、その新一さんとこで学んで今バイオリニストで活躍しているということで、本当にあのオーブとね、この鈴木メソッドというのはそもそも縁があったのかなということで、本当にあの縁の深さをね今感じているところです。私は両親ともすごく兄弟が多くて、で自然的にあのいとこもまあ多いんですけれども、あのそのいとこたちがみんなあのバイオリンをあの習ってたんですね。すごくあのかなりの人数で、まあ、私はまだ小さかったんですけれども、あの、まあ、バイオリン始めたのは私3歳だったんですが、まあ、その前ですよね。でなんかあの祖母は長野県に住んでたんですが、まあ、そこであのみんなで集まったりすると、あの必ずみんなこう、まあ、遊びに行ってるんですけど、バイオリンケースを持って行ってるみたいなところがあって、それで、いとこ同士がこう弾いたりこうするっていう、まあ、そこにまだ私はまあ習ってなかったのであれだったんですけれども、でそんなのを見て、あ私もあのやりたいっていうようなことになったんですけれども、まあ、一つあのきっかけがあったのは、あの夏だったと思うんですけど、すごい嵐が来て、それで雷がすごく鳴ってっていう、あの夜そんな時があって、であのその雷のせいで停電になったんですね。で停電になって真っ暗になってしまって、それまで楽しく遊んでいたのに真っ暗になっちゃったから何もできないと、でもうあの手持ち無沙汰というか、そういう状態になっちゃったんですけど、みんなじゃあバイオリン弾こうかっていう感じで、そのいとこたちがあのバイオリンで、私はすごくあの雷が苦手ですごく怯えてたんですけども、そのみんながあのそのバイオリンを弾き始め、楽しそうに弾いているのを聞いて、なんかすごくリラックスしてきて、あ楽しい気持ちになってっていう、なんかそこがなんかあのすごく自分にとって、あ音楽ってこういうね、こんな楽しくなれるんだっていう、純粋になんかそう思った
ことだったようで、それでまあ親にすごくね、アルバイトやりたいやりたいっていうことになって、それでまあ3歳から始めるきっかけになったと思います。もともとそういう環境はあったんですけど、それが大きなきっかけ。そうですね、まあ、いとこたちが、まあ、そうやって大勢がやってたっていうのは、まあ、私両親とも、まあ、長野県だったんですけれども、で松本市でやはり鈴木メソードの本部があるんですが、そんな関係でやっぱりバイオリンっていうものに対してすごく身近にみんな感じていて、そしてじゃあ習おうかっていうとバイオリンっていうことが多かったのかなと思うんですけど、まあ、そんな流れもあって、はい、それがたまたま大府市で、ね、バイオリンとゆかりのある場所で生まれた。そうなんですね。私もその子供の頃はその、ね、工場があってっていうことは知らなかったんですけれども、ね、今そういうことだったっていうことを知りますと、本当になんかすごく縁があったんだなって、はい、思って嬉しくなりました。はい、私は4歳から始めたんですけど、当時の記憶はほとんどなくて、自分から私は多分やりたいと言ったわけではなくて、母が昔少しだけバイオリンをやってたみたいなんですけど、なんか高校生ぐらいの時多分なんか挫折をして、難しい曲が難しくなってきても弾けなくなってやめちゃったみたいなんですね。でそれからもう全然違う仕事をしてっていう感じだったんですけど、私と3姉妹なんですけど全員バイオリンをやらされてみんなが、母が自分ができなかったからとにかくなんかやらせたかったみたいで、3人ともみんな4歳くらいから順番にバイオリンの教室に連れてかれてっていう風だったので、全然その習い始めた頃の記憶は全然なくて、気づいたら始めていたっていう、はい、感じでしたね。挫折はしたけど別に嫌いになったとか。あ、でもやっぱり音楽はすごく好きだったみたいで、父は全然本当にクラシックも何もわからないし、音楽もすごくその普段聴くとかもないんですけど、もう母がとにかくやっぱり好きだったようで、やっぱり家でもよくクラシックの CD が流れてた記憶もありますし、母がとにかくなんかバイオリンを誰かしらやってほしかったっていう感じで始めて、で今はもう私しかやってないですけど、それ姉も妹も小学生くらいかなで辞めてしまって、はい、私だけ生き残ったって感じでこのまま、はい、ずっと続けてきました、はい、かなとだったらいいなと思うんですけど、はい、いや本当に、いや柔道で飯食えないと思ってたんで、もう早くやめたかったっす。まあ、中学3年生の時にその東京に一人で私塾に入ってですね、まあ、行動学者というところ、まあ、中学高校を通して一貫教育っていう、まあ、そこに入った時はやはりもう全国からみんな集まってきてるんで、みんな強かったんで、でその中で、まあ、実績的には僕は愛知県でも優勝したことはなかったですし、まあ、早くそこの生活がめちゃくちゃ厳しくて、要は昔タイガーマスクってあったじゃないですか、虎の穴、あんな感じで本当毎日柔道漬けで朝5時40分に起床して、それから練習して学校行って帰ってきて練習っていう、で1週間で休みなかったんで、で先輩後輩もねやっぱり昔ありましたし、いろんなことがですね、とりあえず早くここ卒業しようと思ってただけでしたね。中学3年から行って、はい、3年でそこに入っても一番上じゃないんですよね、高校生がいるんで、はい、すごくきつかったですね。せっかく一番上の学年だと思ったらまだ上にあと3学年いますからね。でまあそこでやってて、高校3年生の時にやっぱりインターハイとかでこう優勝して活躍できるようになって、でもその時もまだね世界目指せるっていうふうに思ってなかったので、初めてこう世界目指せるかなと思ったらやっぱ大学3年ぐらいですよね、はい、そこで初めて世界選手権、大学4年生の時初めて世界選手権出て、まあ、それで俺でももしかしたら勝てるかもというふうに思いましたね。そのあたりからオリンピック化するのがちょっと目標
そう、まあ、世界選手権に出るのもやっぱ大変だったので、やっぱ先輩方もすごく強かったんで、まあ、大学4年の時に世界選手権出て、大学卒業した次の年がオリンピックだったんで、まあ、その本当オリンピック出る1年前ぐらいに、もしかしたらオリンピック出れるんじゃないかなっていうぐらいにしか思ってなかったですね。はい。まあ、練習は本当厳しかったですね。やはりこう妥協すると、やはり先生たちに怒られるんで、先輩でもやっぱ妥協できないんで、まあ、誰が一番厳しかったっていうより、もうみんな道場に入ったらみんなライバルだったんで、いや、本当そうです、非常に厳しい練習しましたね。はい、そうですね、今思い返してみますと、小学校の、まあ、1年生の時だったんですけど、まあ、私は3歳から鈴木メソッドでやはりバイオリンを始めていて、そして鈴木メソッドでは鈴木真一先生が全国の生徒の中から10人ほど生徒を選んで、海外にコンサートツアーといいますか、そういったことを毎年やっていたんですけれども、そこで初めて小学校1年生の時にそのグループに選ばれまして、で、そうですね、もう本当に小学校の秋の30日間ぐらいそのツアーがあったんですけれども、もう全然普通に授業のある時ですね、もう30日間ポンと学校休みしてそのツアーに参加して、アメリカだったり時々ヨーロッパだったりも行ったんですけれども、十何箇所ね、こういろんなホールで演奏すると、そういうことがありまして、でその時に、まあ当時オブシに住んでて、そんなに海外がものすごく遠いところっていう感じだったですよね。そんなに海外行けるっていうことは経験はできないような時代でしたし、でも行く前は言葉はまずできない、わからないということで不安の方が大きかったんですけれども、いざそのツアーを始まってみた、そのツアーまでにすごく毎週ちょっと松本まで通ってみんなで練習するっていう、そういうのをいろいろ積んでって、そして一生懸命そこは練習したんですけれども、いざその海外で初めてとても大きなホールでね、ちっちゃい子どもたちが弾くには本当にもったいないような大きなホールで演奏できたんですけれども、その時に特にアメリカのお客様っていうのはものすごく反応がはっきりしてるんですよね。で、自分が一生懸命弾いたものがこのわーっという、なんていうんですかね、もうスタンディングオベーションっていうんですか、そういった演奏がこう伝わったっていうのがね、その本当に手に取るように感じられて、で、もちろんその言葉は全然わからないんですけれども、言葉じゃなくて音楽を通してなんかそういう通じられたんだっていうね、ことを感じた時にすごくそれが嬉しかった、でも感激的だったということで、あ、こんなにね、いろんなところにも行けて、そして演奏がね、コミュニケーションね、こう伝わることができる、それの時に将来ね、こういうことができるんだったら私はこれを一生懸命やっていきたいっていうふうに、それは最初のきっかけだったと思いますね。それからもちろんね、専門的な勉強していくにあたってはいろいろこうあれでしたけれども、最初のに思った時はその時、小学校の時だったかなと思います。それがある前と後で気持ちの持ち方とかすることが結構変わったりしたんですか？もうすごく大きく変わりましたね。なんかやはりその時に自分はその人前で演奏するっていうこと自体もね、すごく好きなんだと思いましたし、何よりもやっぱりその海を越えて言葉のわからないところに行っても、その音楽を通して伝える何かを、ね、伝えることができるっていうのを実感したっていうところが、すごくそのバイオリンをそれから勉強していくにあたって大きなモチベーションになったと思います、ね。私はもう武田さんを横にちょっと私の話をするのはちょっとお恥ずかしいですけど、でも私はなんか いつっていうのはあんまり明確には
からないんですけど、でも卒あの小学校の文集とかにもいつもやっぱり将来の夢はバイオリニストになりたいって書いてたっていうのはなんとなく覚えてはいて、私結構あの幼稚園の頃からすごくたくさん習い事をするのが好きで、その兄弟の中でも私だけすごくいろんなことに連れてって頼んで、母に頼んで、でいろんな習い事に連れてってもらってはやめっていうのをすごく繰り返していたんですけど、バイオリンだけが唯一こうずっと変わらず続いてたもので、節目節目その中学でどうするかとか高校音楽科に行くかどうするかとかやっぱりいろいろ考える時はあったんですけど、バイオリンを続けるってことだけはずっと変わらなかったですね、はい、そうですね、なんか自然にバイオリンを選択して、多分他にもいろいろ選択はあったと思うんですけど、そうですね、自分でそれはでも選んで決めてきたっていうのは、はい、ありますね。でも音楽はやっぱり好きで、あとピアノを弾くことはすごく好きだったので、よく小学生の時はバイオリンの練習が嫌になったりとか、まあ、ちょっと今日は嫌だなってなるとすぐピアノを弾いたりとかしてサボったりとかっていうのはしてたんですけど、うん、でもそうですね、やっぱ音楽をすることとか聴くことで自分がやっぱりそれこその発表会とかで弾いてみんなが喜んでくれたりとかってい う, そ う, いう些細なことの積み重ね、それはでもずっと今もやっぱり変わらなくて、お客様が喜んでくれたりっていうの、それでやっぱりモチベーションになったり、あやっぱりやっててよかったって思うことのすごく積み重ねで今までやってこれてるんだなっていうのは、はい、あります。バイオリンをサボるピアノそうですね、なんかどっちにしてもバイオリンにも帰ってきそう、そうですね、はい、でもピアノやってたのもすごくバイオリンのためにもなったなと、はい、いやもう寝るしかなかったですね寝て体力回復してます、そうです、もうだから日曜日が午前中で練習終わりだったんで、あとは寝てましたね、だから、ゆっくりは寝れないんですけど、まあまあ、洗濯とかね、いろいろありましたし、まあ、本当に寝るのが楽しみでしたね、遊びに行くことがまずなかったんで、はい、もう寮生活でもう午前中練習して、あの三軒茶屋に駒沢にその寮があったんですけど、渋谷とか行ったことないですからね、はあ、その時代、そうです、だからあの三軒茶屋が世田谷学園、僕世田谷学園だったんで、駒沢から三軒茶屋までしか行ったことなかったです、往復で、はあ、だからあまり渋谷の良さとか分かんないですね、はあ、そうですね、まあ、私は、高校卒業しましてからニューヨークの方の、音楽院に行きましたので、まあ、そこから、まあ、海外生活になったんですけれども、で大学2年生の時にまあ、国際コンクールでたまたま優勝できて、そこから、まあ、コンサートツアー生活といいますか、まあ、一応プロとしてそういった生活が始まってて、まあ、本当にこう毎週毎週違うところに行って演奏するっていうようなあれでしたので、なかなかこうまとまった時間も取れないというかこうあったんですが、まあ昔から、まあ、食べることが大好きで食いしん坊だったんですけれども、まあ、そういったツアーでおかげさまでいろんな国に行く機会をいただいたりして、その時に、まあ、唯一というかそのもちろん演奏以外のところで楽しみというと食べることだったんですね。でいろんな国のお料理食べたりとかなんとか、でその時に、まあ、でお料理がまあ、気分転換としては好きだったの で, でいろんなお料理をいただいた時に、あ こんなお料理があるのかっていうのをちょっと覚えておいて、それでその現地のスーパーとかなんとかに買い物に行って、でなんかこう一人こう買ってきて家に帰ってきてそれっぽいものを作ってみるとか、なんかそういうようなところですかね。まあ、それお料理が、まあ、気分転換といいますか、そんな感じだったかなと思います。
そうですね、あの留学生活始まってからやっとこのなんていうんですか、自炊生活の本格的な自炊生活が始まって、まあ、それまでは、まあ、あの下手にね包丁持つとできるとかなんとかそういったの周りがあの気をつけなさいっていう感じであんまりこう思い切りできなかったんですけど、まあ、あのニューヨーク行っちゃってから一人でしたので、まあ、そこら辺は思い切ってもういろいろ好きなようにあのできたので、まあ、そんなことで、そうですね、はい、作ってる時っていうのはこう無になれるとかこうなんていうんですかね、あの非常にこういいあれですね、時々その、まあ、練習でできなかったなんかあれなんか思いながらやってる時もあるんですけどあのですけどあの、まあ、やっぱりとてもいい気分でかなります。はい、昭和45年9月1日にオーブが町から市に変わったんですけれども、その時の人口がですね、5万人にも満たないというそういった町でございましたけれども、現在ではですね、人口が9万3000人に今迫ろうということで約ですね2倍近くですね今増加を続けております。そして、今2020年ですけれども、まあ、今日本全体が人口減少時代に入っておりますけれどもね、大府市はまあこれからもですね、緩やかに人口増加を遂げるという見込みを立っておりまして、2030年には10万人都市ということを目指して今まちづくりを行っております。それで、ちょうど、まあ、大府は JR ですね、東海道線が走っておりまして、そして高速道路もございまして、非常にですね、交通の便が良いと。そして、愛知健康の森がございましてね、国立長寿医療研究センター等ですね、保健医療機関がたくさんございますので、これから高齢社会を迎えるにあたってですね、大変住むにはですね、いい町だというふうに思っております。先般行われました全国の都市のですね、800以上ある都市の中で住みよさランキングもですね6位という高い評価をいただいておりますので、これからもですね多くの人に選んでいただける街、そしていつまでも住み続けられる街ということをですね、これからも目指していきたいというふうに思っております。それで、昭和45年ということで、私は当時大府にいなかったんですけれども、当時見えたその吉田さんとかですね、武田さんにですね僕1歳ですねまあその当時前後で結構なんですけども、いかがですか、住んでいた頃と今と比べてですね、大府の町ですけども、なんていうのかな、やはりこう今東京に住んでるんで、やっぱり僕はどっちかっていうとそのこう田舎育ちのが僕には性に合ってるなっていう、やはりね、悪さもいっぱいしましたし、家の裏のタケノコを全部引っこ抜いたりですねだそういう思い出とかっていうのはやっぱりこう自然でこう体を鍛えたっていうそういうのがすごくあるん で人間関係もそういう道場でですね、いい友達に出会えて、いい仲間に出会えて、こう今でも付き合ってこれていますので、すごくやっぱり住みやすいですし、いろんな思い出があるので、将来的には帰りたいなっていうふうにやっぱり思いますね。武田さんは。そうですね、私も実家は今大府市にありますので、コンサートだったりいろんなことで大府には定期的に行ってるんですけど、もう帰るたびに思うことは、私がまだ小学校だった頃は自分の家の周りはほぼほぼ畑が割と広がっていたんですよねで私もその畑の中入ってこう遊んだりしたっていう記憶があるんですが、それがだん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 いろんなところにこう新しいお家やらマンションやらがこう建ってきて、どん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 その町のその絵がこう変わっていってるっていうのをもう本当にことあるごとに感じていて、でそれで私は数年前から、中学校大府市内の中学校を回って学校コンサートというのをやっているんですけれども、
まあ、それでね、市長さんがいろいろなお話を伺いますと、とにかく人口がどん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 増加していると。あ、でもう、あ、これはこの、ね、たくさんの新しく建てられた家というのはもうそのあれなんだなというのをすごく実感しています。サクさんはどうですか？でも私もでも私の実家は養鶏場をずっとやっていて、鶏が家の前に14万羽くらいいたんですけど、今はそこがそれこそもう全部お家が戸建てがバーッと建っていて、もうすぐもうみんな売れて、もう今皆さん住んでるんですけど、多分それこそそうやってどんどん、そうですね、私が東京に行って、まあ、割と頻繁にオーブにはやっぱ帰ってるんですけど、今も両親はずっとオーブに住んでいるので、だけどやっぱりどんどんそうやってマンションが建ったりって増えてきてるっていうのと、やっぱ今子供が、小さい子供が2人いるんですけど、やっぱり生まれてからよりこうオーブに借りたくなるというか、やっぱり住み 子育てとかするっていうので、やっぱり東京よりも愛知とか、まあ、オーブの方がすごく育てやすいんじゃないかなって思うことが多々あったりとかするので、やっぱりいいなと帰りたいなとはよく、はい、思いますね。ちょうど水野さんのところはね、水野養鶏って、はい、オーブでは大変有名な養鶏場だったんですけどもね周りにだんだんこう都市化していって住宅が建ってて、やはり農業というのがね、町の真ん中でやりにくい状況にだんだんなりつつ、そしてだんだんそういったところが住宅地に変わってきたという一面もございますけれども、ただ、まあ、オーブはまだキャベツとか玉ねぎとかね、そういった重量野菜とか、あるいはブドウもですね、県内では有数の産地でございますので、都市化されていると言いつつもですね、都市近郊農業も非常に盛んでございまして、まだある程度のですね、緑もある町でございまして、そういう農業、緑もあって、そして住宅地でもよくて、そして、トヨタ関係の、ね、工場もあるということで、そのバランス取れた、ね、今町になってきてるのかなという、そういうふうには思っています。ですね、健康の森とかも、私の友達、同級生とか結構名古屋市内に住んでる子とかでも、子供が生まれてからあそこにやっぱ子供を連れて遊びに行くっていうのをよく聞いていて、最近やっぱそういう、ね、まあ、環境が変わったりすると、ね、そうやって、やっぱりそう子供を連れて行ける場所があって、そう自然があって遊ばせられてっていうところがあるっていうのがすごくいいなと思って、うん、みんなにすごくありがとうございます、はい、よく行くってよく言われます。公園がね、非常に広大な公園があるのと、はい、あと農協のそういった産品を売っている元気の里というね、はい、施設もございますので、そういう意味では非常に多くの家族連れの方がね、見えるスポットだと思いますね。うちの両親も健康の森には、はい、ウォーキングで行ったりとか、水泳とかに行ったりとか、したり、その元気の里ですか、よく買い物よくしてるみたい市場とかね。そうそう今はだから実家帰った時は子供とよく健康の森に遊びに行ったり、はい、まあ、つい最近長寿にずっと親父も入院してましたし、そういった意味ではね、本当によく使わせていただきます、まあ、今回この広報大使ね、3名の方、もしかしたら吉田沙織さんも見えるわけですけれども、ちょうど健康というと体の健康とね、心の健康というのが必要だと思うんですけれども、まあ、スポーツ系はどちらかというと体の、まあ健康ですね。それでこういう吉田さんみたいなね、素晴らしいバルセロナで金メダリスト、それ以来大石道場はですね、7大会連続ですかね。そうですね。今回はちょっとどうなのか今のところはないんですけど、前回まで、大石道場の門下生が全てオリンピックに7回連続出場してるんですよね。その第1号が吉田秀彦選手でね、それで今大府市は金メダルの町ということで、まあ、吉田秀彦さん、それから柔道では谷本歩美さんね、それからあとはまあご存知のレスリング、今14校あるんです、
大府市出身あるいはゆかりの選手がね、そういう意味でその第一号ということで吉田秀彦さん、それから文化芸術の面ではね竹澤さんですけども、本当に竹澤さんは世界の竹澤とそう呼ばれる人はなかなかねいないと思うんですよ。 その方がね大府市出身だということで、それと、まあ、先ほど鈴木メソッドの話もしたんですけれども、その竹澤さんの後をね追って水野咲さんとか、それからまた分野は違うけど、チェロのね今アメリカで、勉強してる人とかね、どんどんこれからね竹澤さんの背中を追って素晴らしい芸術家をねたくさん出てくるのかなというふうに思っておりますので、本当に2人にはね大分の子どもたちのね夢と希望の星ね、素晴らしい活動をこれからもね見せてほしいなと本当に思ってるんです。でびっくりしました。まあその時も東京から帰ってきたんですけど、大分の駅着いた時に、まあ、パレードやりたい、まあ、少しいるぐらいかなと思ったんですよ。もう駅から降りられないぐらい人いて、こんなにオーブって人いるのと思います。いや本当にあんなにオーブ市民がいるとは思わなかったですね。びっくりしました。なんかオーブ駅からこうオープンカーに乗ってパレードするんですけど、それで市役所まで行くんですけど、そんなに距離ないじゃないですか。全然動かなかったんですよ。これパレードになってないなと思って。はい、まあ本当でもびっくりしましたね。まあやっぱりこうなんていうんですかね、柔道自体もねやっぱりこうあんまりメジャーなスポーツじゃないので、どっちかというとオリンピックの時に目立ってまた消えていくと。だから今はねそのなんていうんですか、ずっとやっぱりこう人気のあるスポーツにしたいなとは思ってるんですけどね、なかなかこう4年に1回しか目立たないんで、まあ、そこでね注目されるっていうことは、まあ、本人たちにとってはすごくいいことだと思うんですけど、これがねこう常にこう注目されるようなスポーツにはしていきたいなと思ってますね。まあいろいろね大会自体もすごく国際大会もありますし、まあ、ヨーロッパではすごく柔道人気あるので、逆にね柔道人口でいうともうフランスとかすごく何十万80万とか100万とかいますからね。日本今14万人ぐらいしかいないんで、そんなに違うんですよ。だからどういうやっぱりこう指導の仕方とかそういうのってやっぱりこう柔道人口変わってきてるのかな。やはり子どもの魅力のある競技にしていかなければいけないと思うんですよね。そこをこれからねやっぱり考えてやっていかなきゃいけないなと思いますね。フランスではどうしてそんなに人気が出たんですか。あまりそのなんていうんですかね、礼儀作法ってやっぱりないじゃないですか向こう。それ柔道は必ず礼をして礼度があるっていう、そういう親がそういう教育をしたいと思って道場に預けるらしいんですよね。うちは娘がまあ、パリで育ったというような状態なんですけども、まあ、現地語に行っておりまして、はい、で体育の時間に柔道があって、はい、やってきたって言ったら、ああ、ね、そうなんですよ。海外でこうして、ね、クラブチームがすごく多いんですよね、フランスは。まあ、こっちで言う町道場、はい、そこでみんな柔道を習ってるみたいなので、最初に柔道の面白さを投げるっていう面白さをやっぱり教えるみたいなんですよね。日本だともう入ってすぐずっと受け身を3ヶ月やってから次に進んでいくとかいう、そういうなんていうんですか、苦しいことを先にこう教えてしまうので、やはりフランスとかそういうヨーロッパ系はまず楽しいことを先に教えるっていう、そこの指導の違いがちょっとあるかなというふうに思いますね。この昔のね、やっぱりこう指導の仕方っていうのがやっぱりこう根付いちゃってますし、やっぱ考え方をこうこれからちょっと変えていかないと、なかなかねこの人気が出るスポーツにならないかなと思いますね。
そうですね、ま、あの鈴木メソッドは比較的まあそのね、幼児教育ということで、まあ、どの子にも才能があってその環境を整えれば育っていくというようなところから入っていますし、まあ、音楽の楽しさみんなで一緒に弾いたりとかそういった、ね、機会もまあ頻繁にあるということで、また割と楽しいところから、まあ、もちろん厳しさもあるんだけれども楽しいっていうことをまずっていうところはあるかと思うんですけど、まあ、私はそうですね、まあ、日本でのそういった音楽 の, 教育のあり方みたいなものを経験していて、それで、まあ、アメリカに、まあ、20年ほどいたんですけれども、その後フランスに行ってというふうにあった。一つやはり全体的な、ね、もちろんいろんな先生方がいらっしゃるのであれなんですけれども、その音楽 の, そのレッスンのあり方なんかも日本では、まあ、比較的まあきちこ割と厳しいというかね、そのなかなかこう生徒を褒めるということが、まあ、少ないのかなとは思うんですけれども、まあ、私留学先がアメリカでしたね。アメリカで勉強して、でアメリカの先生というのはまずどういうところが良かったということを言ってから、どんなところを直していきましょうっていうような、そういった入り方をする先生は割と多いかなと思うので、そういうところでやっぱりこうね違いがあるのかなとは、感じましたけど、うちの方やり方が合ってる合ってないみたいな。そうですね、まあ、理想的にはあれじゃないかと思うんですね。それぞれの生徒 の, 持ってるものっていうのがあると思うので、この生徒はそういった形がいいとか、先生がまあ見極めることができて、でやり方をこう定めていくというふうにできれば一番いいのかしらとは思うんですけどね。先生とのやっぱ相性とかもありますよ、ね、多分柔道も ね, ねあると思うんですけど、やっぱりよくあれですね、こう褒めて育てるタイプと叱って育てるタイプと、やっぱりそこは見極めがやっぱ大事ですよね。うちの娘は多分褒められないとやらないですね。うちもそうなんですけど、うちもそう、すごいおだててお今の子はそうなんですかね。もう厳しくやっちゃうと、もうなんかすぐじゃあもういいみたいな、やっぱりなっちゃう子だとやっぱり続かないので、うまくうまくこうね、すごい先に褒めていいところを言ってから、だけどここはこうした方がいいよとか言うと本人も結構やる気になったりとかして、難しいですよね。いや本当子供を育てるって難しいですね。だからですね、自分がやっぱりそういう厳しい環境で多分そうなんです、それが多分染み付いてると、もうそれが当たり前になってると、昔って本当に褒められなかったんですよね。やっぱりこう怒られて怒られて、何くそと思ってこう反発心でやってたんで、今はね褒めないとやらないし、そこら辺がねこう、ちょっとギャップがありますね。どっちかというと本当昔人間なんで、今のねこう、まあ、僕監督やってますけど、実業団なんですね。だからそこがこう自分の中でも葛藤してますね。こう褒めて育てなきゃいけないの か, かそこ難しいですね。やっぱ厳しくいくと今の若い子たちだとこう難しいんですか。反発しますで、今もうねやっぱそういう時代じゃなくなってきちゃってるんで、すごく難しいですね、教育っていうところで。ゆとり世代が今入ってきてるんで、だから自分でやってきたことをそのまま選手に教えると結構きついところはやっぱありますね。だから本当にこう褒めながら褒めながらたまに叱る、そこのこうさじ加減が難しいところですね、はい、そうですね、やはりそのそういったホールがね、文化芸術を作るというようなね言葉もございますので、まあ、オブスの場合はその図書館との複合施設ということでね、文化交流の森アローブというのを作りましてね、図書館とそしてまあ300人規模のホールですけれども、非常に音響がねそのホールがいいというふうに言っていただいておりますので、まあ、そういった施設を活用して素晴らしい芸術に触れ親しんでいただけるということがですね一つございます。そして、まあ、スポーツ施設についてもですね、まあ、大府市は昔からスポーツの町ということで、野球も盛んですし、バドミントンも盛んでございます。で柔道はね、大石道場がございますけれども、まだまだちょっと施設がね、もう少し
作ってほしいという希望もございますので、その辺はね、今後10年間で、の中で計画的にねちょっと考えていきたいなと今いうふうに思っております。はい、はい、演奏させていただきました。いい、とてもいい雰囲気の、はい、響きも良かったです。ありがとうございます。ぜひ武道館をちょうどね、あの柔道も盛んですしね、レスリングも盛んですので、そういったね場所がね、ぜひぜひ、僕は小学校の頃にあの大分西中のとこにスポーツセンター、ね、今もありますよね、体育センターですね、体育センター、はい、あれができたんですよ、はい、で大分柔道教室の時はそこを使って練習させてもらってたんですよね、はいはい、毎日土曜日行ってみんなで畳引いて、すごく思い出す。畳がやった、そうです、引いてそう引かないといけなかったんですよ。で上げたらなんかバスケットとかみんな体育だったんでできるようになってたんで、だからそこですごく練習した覚えがすごくありますね。今ちょうど市民体育館でもね、あのレスリングマットを購入しましたので、ちびっこのレスリング教室なんかは体育館で今始めたところでございまして、はい、ぜひ食堂会いや、逆に言うとその、まあ、中学から、ね、中3からずっと大分に住んでなかったので、何をこう伝えたらいいのかなと思ったんですけど、まあ、いいところはすごく分かってるんですけど、なかなかそれをこうメディアに伝えることって難しいじゃないですか。で一緒にね、やってる吉田沙織ね、まさかこのダブル吉田になるとは思ってなかったですし、まあ沙織は向こう住んでますよね。そういった意味でこうなんていうんですか、まあ、僕らはねそのオリンピックで金メダルの街っていう、そういうところをもっともっとこう伝えていければいいかなっていうふうに思ってますね。そうですね、なんか本当に恐れ多いという感じがしてるんですけれども、まあ、私もまあ中学3年生までですね、大分市での生活というのが、あのあとはまあちょっと東京の学校行ったり、まあ、留学生活ということだったんですけれども、そうですね、中学通っていた時に大分市はやはりスポーツがすごく盛んということもあって、まあ、中学校の方でも中学校に入ったら皆さんスポーツ運動部に入りましょうって、もうほぼほぼ 100% そういうあれだったんですね。 もちろんその他 の部活もあったんですけど、まあ、大体皆さんスポーツ、まあ、私その中で本当に恥ずかしいんですけどスポーツが本当にダメで、それでどうしようと思ってたんですけれども、まあ、そこで担任の先生に相談しまして、で、まあ、何ヶ月間かはその古典部とかいうのに入ってやってたんですけど、まあでまあ、いろいろやはり倍率の方もこう、ね、ある程度の時間が必要になってきたということもありまして、まあ、先生に交渉して、まあ、私の場合はその部活は倍率になるかと思うのでっていうようなお話をしましたところ、担任の先生がすごくそれを理解してくださって、ですごく、まあ、それから本当に先生はじめその周りのお友達もすごく応援してくださって、中学校の時に初めてデビューリサイタルというのを名古屋市で、まあ、やったんですけれども、その時もお友達がみんな踊ってきてくれたりとか、で本当によく今振り返ってみますと、そういった小学校時代もそうですし、皆さんすごく応援してくださって、で大分市で名古屋フィルトのコンサートで弾かせていただいた時なんかも、みんないつも皆さん大勢来てくださったりとか、本当に今思いますと、それぞれ大分市の皆さんに育てられたんだなっていう、そういう気持ちがすごくありますので、そのやっぱりすごくやっぱり恩返しですよね。その気持ちも込めて、まあ微力ながら何ができるかわからないんですけれども、まあこういった任命いただきましたので、大分市という素晴らしさを
まあ、日本のみならず海外の方でも機会があることにこのふるさとのお話をできたらいいかなというふうに思ってます。はい、そうですね、私はまだその11月の22日からなんですけど、もちろんその他のお三方が候補たちの知っていたので、私がそこに入るのはちょっとどう恐れ多すぎてどうしようかなと思ったんですけど、で今回そのオーブン の公式のイメージ曲も作曲させていただいたりとか、でその候補大使の就任の日もその議場でお披露目をしたんですけど、そういう貴重な経験もさせていただいて、やっぱりそれこそさっきね市長さんがお話しされてましたけど、そのブドウとか果物、私も同級生にブドウ園の息子さんがいたりとか、近所にも梨園があったりいちご狩り行ったりとか、結構そう私も食べるのが大好きで、そういう思い出もたくさんありますし、今でも、その全然候補大使になる前からお歳暮とかお中元とかやっぱそのオーブの果物とかやっぱブドウね、高級なブドウがとても美味しいので送ったり、県外の方とかだと送ったりしていたので、隠れ広報大使は前からやっていたんですけど、やっぱりそういう、ね、いいところがたくさんあるの でやっぱりでもやっぱり東京に住んでるとオーブって知らない方がやっぱりまだまだすごく多くて、ね、それこそオーブっていうと知ってる方は牧原さんがね、大分高校でやっぱり出身っていうのが野球好きな方とか多くて、あ、それって牧原出身のとこでしょって言われたりよっていうのは昔からよくあったんですけど、やっぱりでもそれ野球好きじゃない、ね、方だとやっぱ知らない、ね、方も多いので、やっぱりもっともっとその金メダルのっていうのはすごいことですし、そうで私もその私学科の元その中京女子大の付属幼稚園、武田さんもそうですね、一緒の幼稚園出身なんですけど、そういう素晴らしいところもあるので、どんどんね広めていけたらいいなとは、はい、思っています。オーブというこの名称を出すとね、よく大阪から来たんですかって間違えられちゃうんです。あ、言われますね、大阪府と間違えられたり、漢字で書くとね、頭の中で大阪って読んじゃうんですよね、相手方が。それでひらがなで書くとね、意外といいんですけども、それでやはり大府市っていうのがあまり対外的にね、先ほど大府高校とか、吉田秀彦さんの金メダルとかいう話はあるんですけど知られてない、そういう意味で大府市というのはこういういい町なんだということをね、この3人の方にね、候補大使の方にぜひいろんな機会を通して、食べ物を通してもそうですし、そういった健康の森のようなね、土地を通してもですね、ぜひ候補していただきたいなというふうに思っております。それからもう一つはですね、大府の、子どもたちもですね、なかなかこういう素晴らしい方が大府市にいるというのがね、知らない子どもがたくさんいるんです。それで、佐紀さんにもイメージ曲を作っていただきましたけれども、そのうちの一つの題名がね、羽ばたきなんです。それぜひね、大府の子どもたちも次の50年に向けて大きく、羽ばたいてほしいなと、そういう意味でね、今日見える広報大使のね、ぜひその活動とかそのこれ行動をね、ぜひ背中を折ってね、成長していただきたいなというふうに思ってるんです。それで、すでに秀彦さんは今指導者の立場でございますし、あと武田さんと佐紀さんはね、まだプレイヤー、現役のプレイヤーだと思いますけれども、この3人のね、こういった素晴らしいこの生き様そのものがね、もう広報大使だと、そういうふうに私は思っておりますので、ぜひね、これまでの活躍をさらにね、続けていただいて、子どもたちに、大府の子どもたちに夢と希望をね、与えていただきたい、それも一つの広報大使にお願いしたいということであります。
先ほどもお話になりましたけど、人口がどん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 増えているということ で、私の専門としているのはクラシック音楽という分野ですけれども、これが世界的に見てもそうなんですけれども、どうしてもクラシック音楽というのはポップスとかそういった世界に比べますと、そのお客様もなんかこう年々少しずつこうなかなかこう難しい面もあったりするんですけれども、やはりそうですね、もうその200年300年前からのこの音楽がずっと今までこう生きて、たくさんの方にその音楽の素晴らしさが伝わっているという芸術ですから、この芸術がねこのまんまこうディミニュエンドしてしまうのはやはりとても、私はもうやはり好きですし愛してますから、とても残念に思いますので、そういったことからもこういったこう若い子たちに、大府市に9つ小学校があるんですか、なんかすごくこれだけね、一つの市の中でこんなにたくさんの、ね、小学校が必要とされるっていうような、そういった状況っていうのはすごくやはり全国的に見ても少ないんじゃないかと思うんですけれども、そういった住みやすい町でもあるということなんですが、そんな中で数年間先ほどもお話ししましたけど、数年前からちょっと中学生で生の音楽を聴いていただくという機会をやっていますけれども、中学生小学生そういった若い方たちにそういう生の音楽に触れていただけるような機会をもともとこうできたら作っていて、私の夢としては大府市発信のそのなんか音楽祭みたいなことがこうできたらいいかなって今は思ってるんですけども、そういった機会にね、そういった若い方たちに触れていただいて、この分野の素晴らしさというか音楽の素晴らしさというのがね伝わるようになって、そうやってそれが大府市のその文化面のね豊かさにつながるようなことになればいいかなっていうふうに思ってます。そうでも私もその音楽祭っていうのはずっと思っていたんですけど、やっぱりいろんな日本の都市でやっぱ別府とかもすごい大きなアルゲリッチの音楽祭があったりとか、結構いろんな仙台とかもですけど、すごくたくさんいろんな場所でそういう大きな規模の音楽祭っていうのがあるんですけど、やっぱりオーブンもそれこそ本当にもう世界の竹澤さんがもし、ね、いらっしゃるところなので、本当にそういう音楽祭とかってこのやっぱり子どもたちもはじめ、お年寄りもそうですけど、こうもっと気軽に身近にこうクラシックを楽しんで、もらえる機会が増えたり、そういう音楽祭を通してその県外から市外や県外からもたくさんオーブンに、ね、遊びに来てくれる方が増えたらすごくいいなと、思ってますやっぱりどうしても堅苦しいイメージだったり敷居が高いイメージがまだまだやっぱり、昔よりはだいぶいいかなとは思うんですけど、未だにやっぱりコンサートとかってなんか何を着てていいんだろうとかっていうよく質問されたりとかってするんですけど、海外とかだと本当に原っぱでみんなが、ね、なんかこう、ね、ピクニックみたいな感じでこうビールとか飲みながら聴くちゃんとこのクラシックのコンサートっていうのがあったりとかするので、そういうのがねオーブでできたらすごく楽しいしいいんじゃないかなっていうのは、そうですね、視点がいっぱいありますので、それと音楽とねうまくマッチさせれば素晴らしいコンサートなんかがねできると思いますね。最近、やってるのが親子で柔道教室とか、要は子供いる子供を、柔道やってもらいたいんですけど、一緒に親も来てもらってそこで柔道を親子でやってもらうと、そうするとやっぱり子供が親ができないと注意するんですよねすごく面白い柔道教室になるんですよ。みんな未経験者なんで、普段体を動かしてないお父さんお母さんが一緒に子供と柔道やるともう子供のができたりするわけですよ。そういうのを見ると親も一生懸命やらなきゃいけないなっていうふうに思いますし、そういうふうに楽しいこう柔道絡みで体を動かすっていうそういうことを最近はやってますね。
親子で。いやーもうちょ無理です僕はあれ。できないです。でも弾くと面白いんですよね。うん、なんかそうですよ、家にあると自然と触って触っちゃうんで。それいいですね。吉田さんがハープを弾いてる姿はなかなか貴重です。いやいやいや。なんかそういうのでコラボできればですね。これまでですね、50年を振り返りますと本当に先人たちの、涙と汗のね、結晶ということで素晴らしい町になってきたと思っております。そしてこれからですね、そういった財産を大切にしながら次の50年に向けて新たなですねレガシーを作っていきたいというふうに思っております。そのためにはですね、興味になっております皇太子の3人の方にはですね、これまで通りですね素晴らしい生き様をですね、大部市民、大部の子どもたちにですね、見せ続けていただきたいというふうに思っておりますし、また時間がございましたらぜひ大部に立ち寄っていただいてですね、大部の子どもたちに触れ合っていただけると大変嬉しい、そういうふうに思っております。今日は本当にどうもありがとうございました。吉田さん、それから竹川さん、水野さんね、今後ともね、ますます活躍をいただきたいというふうに思っておりますし、また大部をですねこれからも温かく見守っていただければというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。